to have with us today the normal panel after these meetings in the center of the table. しかし予算全体に対しましてはですね、横浜問題と有明問題だけは未解決だというふうに井口さんおっしゃいましたけれども、まあ、それは、できるだけ私どもとしては IFNF のためにも早く解決をしてあげたいという希望をいたしておりますけれども、しかし東京都が見直し作業をし、そのことを提案してくれたことについてはトータルでもうすべて400億ぐらいの削減になっているわけですから、そういう意味では私は知事にも敬意を表したいというふうに思っております。